私ですねあの原発っていうのをダメにしちゃったのはもちろんあの東北大震災福島の、まあ、地震と津波というものなんですけれども私はねやっぱりもっと根源的に原発をダメにしたのはつまり原子力をダメにしたのはやっぱり隠し癖だと思うんですね。一旦ついてしまった人間についてしまった隠す,隠す癖っていうのはですね もう始まると次から次からもう止め度がないんですねやっぱり人間の弱さっていうんですかねこの前あの私大阪に行きましたらね本当にびっくりしたことを聞いたんですよ関西電力が高浜原発を再開できる理由についてですね見学者に何て説明してるかとこれはしっかりした人からお聞き,お聞きしたんで間違いないと思うんですけれども 東電の使ってる BWR、沸騰水型原子炉はですね、えー、その、何か地震でも起こったら、原子炉の反応を止めるために入れる、制御棒ですね、放送なんかでできてる制御棒をですね、入れ方が難しいと。だって下からこう入れるから、えー、電源がなくなると入らないと。ところが、乾電の、 お場合は PWR 加圧水型なので上から磁石で吊り上げてるので電気が来なくなって磁石があの切れたら制御棒は自然と原子炉の中に降りて、えー、反応を止めると臨界反応を止めるということで安全であるという説明をしているといやまあそうなりますとね私あの東電の説明と関電の説明が違うんですよね。えー とまあ私はですね一応あの人はそれほど悪くないと思っているので事故の後東電の説明は一応そのまま信用して聞いてるんですね。えー、東電はですねこう言ってるわけですね私の聞き違いだったら大きな問題なんですけれども地震の直後制御棒はちゃんと、えー、セットされて下に降りてですね上に上がってっていうか要するに。 えー、臨界反応ウランの分解反応中性子によるウランの分解反応は止まったと。だけれども残余の熱ですね、えー、崩壊熱が激しくてそれで温度が上がってそのうち水素が出てそれを弁当で逃すことができなくて爆発に至ったというふうに説明されてると思います。もももうう一一回回ここはは重要なので私ももう回見ててみます、えー、臨界は止ます臨止っいると だから関伝と東伝の言うことは少なくとも私は違って聞こえてるので、えー、これがもし違ってたらもう一回よくこのブログでお話し,します。もしこんな重要なところをですね東伝と関伝の説明が違うんであれば、まあ、これはですねちょっと問題だろうと思います。ただ私はですねもしこのことが私が理解している東伝の説明が、えー、間違っているとしてもですね えっとまあ、福島第一の原発の問題は電源が切れるというのは非常にこう原発にとって致命的なので第一電源から第四電源まで、まあ、第一電源が外部電源から来る主要な電源で通常使う電源で、まあ、第二電源は何かの時に第一電源が壊れた時に、えー、大体距離にして2キロ先ぐらいで。 高台に置いといてですね浸水したりしないようにする第三電源は外部からの電気が切れたときに自分で電気を起こすためにディーゼル発電機を備えててできれば車の上に乗っているとだから移動もできるし外部からの電源が切れてもつまり送電線が切れる場合あるわけですね送電線が切れても大丈夫だとこの3つがダメだったら8時間ぐらいだったらばバッテリーを 置いててあってですねそのバッテリーが効くと第1第2第3第4の4つの電源で多重防御をしてるので大丈夫であるというのが基本だったんですね。というのが基本だったんですね。というのが基本だったんですね。ところが福島の東電の原発の蓋を開けてみると第1電源第2電源第3第4と全部地下室にあったとか,か第4電源のバッテリーはヨーロッパから,から買ったやつの コンセンセトとととプラグと合わなかったといやこれがですね私があんまり確信持って言えないのはですねまあ事故当時こういうことが次から次から報道されたんですが混乱してましたからねだから間違いもあるだろうけど第一電源から第四電源が動かなかったことは確かだとじゃあその後の事故調査委員会の調査とかいろんなまあ新聞の報道なんていうのは政治的になっちゃってですねまあ1年1ミリシーベルトも 嘘をつきながら他のことが正しく言ってるとは思えないわけですね。そうなりますとですね、えーえー、原発が今まで言ってたこと臨海の問題緊急停止の問題崩壊熱の問題それからちょっと難しいんですけども固有安全性つまりですね原発というのはこの前の福島事故で分かったように何か事故起こると非常に強い放射線が出るので近づけないんですね。ですから 普通でしたら消防車が行って水をかければいいって言うんだって消防車も近づけない、まあ、皆さんも記憶してると思いますけども自衛隊のヘリコプターが上空から水を下ろすというようなこともするしかし自衛隊のヘリコプターですら被爆量は人間が乗ってますからねダメだとだからロボットを入れようと思ってもロボットも実は配線がありますねでそのロボットの体の中にある配線は非常に細いので それれが強烈な放射線でやられると写真も撮ろうと思っても写真も観行してしまうと、まあ、いうようなことでですねですからまあ従来は固有安全性があるつまり爆発しないなぜ爆発しないかっていうと、えー、電源が切れると温度が上がる温度が上がるとボイドっつって水がなくなっていくのでそれによって中性子が次の 核分裂を防ぐので、えー、黙って置いといたらそのまま大丈夫ですよという説明もしてたんですね。で私があの今度のこともそうなんですけれどもこの隠し癖というのをつけたのはですね技術っていうのは対人間対人間とは違ってですねどんなに自分が嫌でも事実そのままを突きつけられるんですよ最終的には。だから嘘っていうのをつけ,つけないんですよ。 隠しもでできないんですね私よく言うんですけど、まあ、スタップ細胞なんかも嘘だとか何とか言われたけども、まあ、ほっとけばいいんですよ。っていうのはですねややがががてて事事実実は現現れれるるんんでですすよのが科学なんですね、えー、対人間関係っていうのは最後まで隠し通すこともできるし、まあ、よく「この話は俺は墓場まで持っていくんだ」ということもできるんですけどあの科学技術というのはですね 墓場までででっていくことできないんですよだって事実は事実でそのまま残っちゃうんですよその個人がたとえなくなってもですねだから科学っていうのは割合とあっさりしてるというふうに言えるんですが今度の聞いた話はまあ本当に僕私びっくりしましまた第一電源から第4電源まで、えー、福島原発の,その地下にあったわけですね。この状態のまま他の原発が動かしても駄目なんですよ。 ところがね私の今ねそれを調べる意欲もあんまりないのはですね例えば東海第二原発なんかもですね、えー、当時、えー、堤防に穴が開いてて工事用の穴なんですけどそれから浸水してですね結構危ないとこまで行ったけど全然報道されないそれから福島第一はです,第はですね少し報道されてましたけどもこれもどういう危険が訪れたのか出てこないで 福島第一の爆発したやつだけは例えば堤防が5.7メートルであったとかいうことで、えー、堤防のかさ上げをするという工事が全日本で行われたで私が何で今信用しないかっていうと発表されてるデータはですね結局もう堤防を上げることだけで打ち止めにして後の不安全だったこと福島の第一原発が爆発したことによって新しく分かった不安全だったことはもう 覆い隠して再開しようとしてるんじゃないかというやっぱり疑いがですねなくならないんですよ私はね科学っていうのは嘘をついたり隠したりしたら絶対失敗しますもう間違いなく100%失敗しますねですから原発をダメにしてるのは原子力関係者政府関係者それからいろんなあ審判の人たちその人たちがむしろですね 原発をダメにしてんじゃないか。やっぱもう少し正直に何でもきちっとやって、あの、実施しなければいけないんじゃないかと思います。